皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日からサイバーパンク2077の攻略動画を配信してまいりますので、よろしくお願いします。今回はレジェンダリー装備シリーズの第1弾として、腕に装着するサイバーウェア、モノワイヤーとマンティスブレードの入手場所をご紹介したいと思います。これからも最新ゲームの攻略情報のうち、本当に使えるもののみを厳選してご紹介しますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは参ります。いかがでしたでしょうか。腕のサイバーウェアは弾を消費せずに使用できますので、連戦や弾補充を忘れた時にも便利ですよね。これからもレジェンダリー装備を発見し次第随時ご紹介してまいります。その他ゲームに関するご質問がございましたら、お気軽にコメント欄に残していてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、またねー。